今日は、お経をあげる意味について話をしていきます。お通夜や,や葬式、法事といった仏教の関係の行事には、お坊さんが来てお経をあげます。欲用のないお経読みと言われる棒読みですが、それはそれは深くて太い独特の美声です。 それを遺族は神妙に聞いていますが、日本語ではないので、読まれているお経の意味がわかっている人はほとんどありません。ですが、お坊さんにはたくさんのお伏せが渡されることもあります。お経をあげることには、一体どんな意味があるのでしょうか。それを知るには、 まず、お経とは何なのかを知らなければなりません。お経とは何かというと、お釈迦様の説かれた教えをお弟子が記録したものです。お釈迦様の説かれたもの以外はお経とは言いません。お経は、お釈迦様がお亡くなりになられた後、500人の 優れたお弟子が集まって、お釈迦様の説かれた教えを確認してまとめられたものです。どういうふうにまとめられたのかと言いますと、お釈迦様のおそばに20年以上お仕えしていた非常に記憶力のいい阿南というお弟子が代表して、私は このようにお聞きしましたと語ります。それを他の弟子たちが聞いていて、500人全員間違いないと認めたものがお経となったのです。このようにして、お釈迦様が生きている人たちに説かれたご説法を書き残されたものがお経です。では、 お経の内容はどんなものなのでしょうか。お経というと漢字ばかりで何が書いてあるのかなかなかわかりません。お経はなぜ漢文なのかと言いますと、もともとお釈迦様は仏教の教えをインドの言葉で説かれたのですが、仏教が中国に伝わって、 中国の言葉に翻訳されたからです。そのお経に一体何が書かれているのかというと、お釈迦様が大宇宙最高の悟りである仏の悟りを開かれて発見された真理です。これを法と言います。法とはいつでもどこでも 変わらない真理を言います。そして、すべての人を永遠に変わらない幸せに導く力があります。この仏の解かれた法を仏法と言われます。この仏法を教えられたのが仏教です。ですから、仏教と言っても、 仏法と言っても同じです。その仏教の教えが書き記されているのがお経なのです。このように仏教というのはすべての人が変わらない幸せになれる道を教えられています。ですからお経はよく葬式や法事で読まれますが、 実は亡くなった人のためではありません。葬式や法事に参列している、生きている人のために、生きている時に本当の幸せになれる道を教えられているのがお経なのです。お経をあげるということは、自らお釈迦様の尊い教えを 聞かせていただくご縁ですから、私たちが本当の幸せになる尊い仏縁となります。では、お経に教えられたすべての人が本当の幸せになれる道とは何かについて、詳しくはビデオの下の URL からご覧ください。